締めパフェっていうところに行ったわ。あ、なんかそれね、聞いたことあるよ。そう、北海道札幌で流行りの締めパフェ。そうそうそう、なんかお酒を飲んだ後にラーメンとかじゃなくて、うん、そうそうそう、パフェで締めるのが今流行ってるんだっけ。ここ行ってきたんだ。どこにあるの？渋谷の西口。渋谷にあるんだ。そうそうそう、ちょっと明るくして。私がシェアしたんだけど、うん、まず1個目、きなんだ、柑橘か、イオカンだ、イオカンと、うん、イオカンの、うん、イオカンのティラミス、うん、イオカンティラミス、イオカンティラミス、そんな組み合わせで見たことないでしょ、うん、イオカンとティラミスすっごい食べた。あ、美味しそう。美味しそうでしょ。しかもこのバラ食べれるのよ。バラ、これはその締めパフェっていうのはなんか普通のパフェとどう違うとかあるの？店内が暗かった味はそうか、そうだよね、締めにパフェ食べたいだけで別に味は普通のパフェ、うん、美味しいパフェだもん、うん、味は本当美味しかった。あと、あ、カフェはね、早く閉まりがちでしょ。確かに、うん、なんか夜の9時くらいに閉まっちゃう。そうでしょう、うん、なんとね、24時とかに閉まるから。24時まで入れる。本当に、まあ、日によっては26時。すごくない？飲んだ後に、うん、あ、本当に飲んだ後にも食べれるっていう感じなんだ。で、さっきのがイオカンだったんだけど、うん、私あとね、ピスタチオとプラリネ。プラリネって何？プラリネってなんかアーモンドよ。アーモンドみたいな適当な。ナッツ、ナッツよ。あ、ナッツか。え、美味しそう。どっちも美味しそうだね。で、この半月みたいなやつね、シフォンケーキのラスクだった。美味しそう、いいな。これはとってもいい味だったね。いや、締めパフェぜひ渋谷で。いいね、うん、渋谷とかね、飲む。夜遅くにさ、良くない？あれ、確かにね、実は甘いもんってさ、夜遅く食べたいよね、うん、昼とか。昼も美味しいんだけど、うん、ね、なんか飲んだ後とかラーメンでもいいんだけど。そう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 、甘いの私も分かる。アイス大好きだから。あ、じゃあもうぴったりじゃない？ぴったりだ。